ザ・ジェイコムテレビ J テレスタイルです、今日はですねゲストに3月3日デビュー10周年を迎えるベリーズ工房の徳永千奈美さんと菅谷梨沙子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。まあね、先ほどチャックをね一緒に見ていきましたけど、はい、ここからはですね、お二人のねベリーズ工房のですねいろいろ情報聞きたいと思いますが、はい、間もなくデビュー10周年。そうなんです、3月3日で。どうなの、もう10年前のデビューした時のことを覚えてます？でも小学生だったんですよ。9歳と11歳で。9歳と11歳。リサ子は最年少でグループのメンバーの。なんか最初に会話したこととかって覚えてます？会話したこと？でも会話したよね。よろしくみたいな感じ？なんだっけ、試験じゃなくてなんだっけ、オーディション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 の時に会った時に何かを話したんですけど、その会話自体はちょっと覚えてなくて、オーディションの第一印象は実は骨折をしてたんですよ。あら、だからもう骨折をしてる子っていうのでイメージなんですすごい10年前のことも鮮明にね、はい、そうなんです、うん、そしてね、まあ、いろんなこうデビューされてから、まあ、いろんな曲があったと思いますけど、はい、一番好きなナンバーワンの曲は何ですか？私は愛する人の名前を日記にっていう曲が好きで、これは2枚目 の、 あのアルバムに入ってるのも8、9年前ぐらいに発売した曲なんですけど、シングル曲でもなんかアルバム曲なんですけど、すごい歌詞が可愛くてもうキュンとくるような曲です。さあ、そして菅谷さんは？私は恋してる時はいつもという曲なんですけど、こっちもカップリング曲で、歌詞が本当にどうしてつんくさんこの女の子の気持ちをかけたんだろうってぐらいすごいやっぱ共感するところもあるし、もう歌詞もやっぱ可愛いし切なくてすごい好きですね。これはもうスパイになって探るしかないですね。そう、探りたいね。さて、10周年を迎えたベリーズ工房さんのベストアルバムが昨日発売されました、はい、このアルバムはメンバーの皆さんが選んだ好きな曲を元に作られた、うん、ということなんです。さあ、じゃあ2人の曲は入ってるんでしょうかね。どうですか？あれ？な、あれれ？ないじゃん。ないですよ。ないですよね。なんか悲しい状態なんですけど。なんで選ばれなかったの？13曲目に入ってライバルとか、あとはヒロインになろうかとか、すっちゃがめちゃかとか、だいたいライブで最近やってる盛り上がる曲とかも入ってて、その私たちが上げてる曲はちょっとそのバラード、バラードチックで、ちょっとおとなしい曲だからね。そうか、じゃあわりかしこれはちょっと上げ上げのナンバーが多いっていうことですね。多いですね。はい。そしてですね、3月1日からベリーズ工房の皆さんはデビュー10周年記念コンサートツアーが始まるんです、うん、ツアーの詳細はベリーズ工房で検索してください、はい、どうですか、どんなツアーにしたいですか？今回は10周年記念っていうのもあるし、リアルベリーズ工房っていうのも、うんうん、タイトルに入ってるんで、その10年前と今を比べられるセットリストになってるんですね。なので本当に成長した私たちを見ていただけるんじゃないかなと思います、はい、さらにベリーズ工房の皆さんは大忙しでして、ね、でし3月29日30日はパシフィコ横浜展示ホール AB でひなフェス2014が開催されるんです、はい、モーニング娘。14やベリーズ工房などハロプロのメンバーが総出演されますので、はい、どうぞお楽しみ、ぜひ皆さんこちらもね、はい、足を運んでいただきたいと思います。そして忘れちゃいけないのが、うん、里山里美のね、はい、活動もされてらっしゃいますよね。はい、そうです。はい、こちらはどうですか、最近の活動報告としては。最近はこれちょうど去年の春前ぐらいなんですけど、はいはい、普段やっぱりこう畑とかにいて、うん、こう収穫したりっていう生活が最近すごい離れてたので、ちょっとやってみて野菜 の大変なんだろう、食べれるありがたみとかも分かったし、もっともっといろんな方にこう里山里海の良さを広げていきたいなと思いますね。あ、なんかこういうこともやってるの？これは DIY 作業で自分たちでベンチ椅子を作ったりとかして、結構簡単にできるんですよ、誰でも、力もそんなにいらないですし。なんでそもそもあのベンチに穴開けたのかね。バケツ椅子って言って、その椅子の座る土台のところをバケツにして蓋を開けると物が入れられるっていうっていうのを作ろうってね。そうなんです。あとちょっと気になったのが、菅谷さん出てないですけど、はい、里海には入ってるんですけど、はいはい、里山ではちょっと活動してなくて、うん、まあ、今後できたらいいなとは思ってます。なるほどね、はい、いやでも本当ちょっとこれからね、はい、大忙しですから、はい、頑張りますね。10周年に向けて本当にちょっと楽しみにしております、はいはい。
さあということでじゃあ最後に視聴者の皆さんにメッセージじゃあ徳永さんからお願いします。はい、ベリーズ工房は3月3日でデビュー丸10年になります。そうですね、本当に10年間同じメンバーでやっていたんですけども、これからも7人で力を合わせて頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。はい、はい、続いて菅さん。ベリーズ工房は34枚目の両 A 面シングル大人なのよと、そして1億3000万壮大東国を発売しましたので、うん、たくさんの人に聴いてもらえるように、はい、みんなで力を合わせて頑張りますので、うん、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。そして今この、ね、バックに流れてるのは新曲が、はいはい、今かかってますけど、はい、1億3000万総ダイエット王国っていう曲のもう今ミュージックビデオなんですけど、はいはい、そのダイエット王国ってすごいなと思って、つんぐさん、なんかちょっとメンバーにちょっと遠回しにメッセージを言ってきたのかなと思うので、ちょっと食べ過ぎないように1日3食に抑えたいなって。いや抑えた方がいい、普通3食だからね。それは本当に頑張ります。それは何、ちょこちょこ5食を食べてるの、それともがっつり5食食べてるの？がっつり5食です。おかしいだろそれは。ということで、ヘリーズ工房のお二人、徳永さんと瀬川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。